チョンギュダイで一夜を過ごされた笹川会長は、南太平洋諸国の代表を伴って人民大会堂に李鵬首相を訪問されました。一行を温かく迎えた李鵬首相は、一時に8人の島諸国首脳に会えて大変嬉しい、中国は大国でも小国でも平等に付き合い、覇権主義は一切排除する、中国と南太平洋諸国の交流強化がアジア太平洋地域の安定と平和に役立つと語り、笹川平和財団に対し仲介の労を高く評価しました。また各国元首は一人ずつ発言の機会を得、感謝の意を表しました。太平洋島諸国の元首を温かく迎えてくださった中国政府関係者に感謝の意を込めて、笹川平和財団主催の討礼レセプションが開かれました。今回太平洋島諸国首脳をともども訪中することができましたのも、中華人民共和国政府の格別のあるご配慮の賜物でありました。厚く御礼を申し上げます。私はこの度の訪中が中華人民共和国と南太平洋島諸国との友好親善に大きく寄与したものと確信をいたしております。私と日本を敬愛いたしております人類経済社会の皆さん方のご健康、ご長寿、ご多幸をお祈りいたしまして、乾杯をいたしたいと思います。乾杯。会長の温度で乾杯した後、笹川会長は笹川洋平、笹川平和財団理事を伴い、会場で談笑中のテーブル一つ一つを訪れ、乾杯の杯を重ね、感謝の意を表し、太平洋時代の幕開けを告げる太平洋島諸国会議に確かな手応えを感じ取りました。